さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはオズワルドザラッキーラビットよりオズワルド、はいね、140コンボミッキーでチャレンジしましたがちょっとできませんでした。いけますかね、果たして彼で。彼ね、まあ、2つの積むになってくれるというものなんですが、まあ、その消去数的にはね稼げる積むっちゃ稼げる積むなんですけど、じゃあそれがねなんて言ったらいいんだろうね、コンボ数を稼ぐのにこうつなげられるかっていうとなかなか厳しい。ああこれ今回ダメだなってダメだ全然、まあ、そもそもあのコンボ数を稼ぎにいけてないっていうね。そもそもオズワルドを食べれてない。2つの積むになるとはこういうことだ。チュイ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 。なんかもっと消せると思ってたけど全然消せなかったっすね。よし、時間を貯めていこう。時間を貯めていくスタイルでいこう。ほい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 。で、オズワルドって言ったらね、最近なんかね、やっぱり、あの皆さん思い浮かべるのはこっちのオズワルドじゃなくてね、あっちのオズワルドなんじゃないですかねって、どこだよっていう話なんですけど、あのあれですよ、漫才師のねオズワルドさんですね。2月の中旬くらいのニュースであれですね、なんかちょっと遅刻癖があるんですかね、そのツッコミの方の人がね、それですごいこう香港さんに怒られたとかってニュースになってましたけどね。やっぱりね遅刻ってダメですよ本当に。もう僕はどっちかっていうとね、こう時間の15分前とかね、20分前とか、まあまあどんなに遅くても5分前とかに集合するタイプの方の人間なんですが、やっぱり時間ってね、時間だけなんですよ唯一平等なのって、人間同士で。それをやっぱりこうなんかね、いろいろ難癖理由つけて遅れてくるとかっていう人たちっていうのはもうね、殺人罪と同じですからね本当に。ルーズな人たちってなんだな、こうね、ごめん待ったっていう一言で済ませちゃうんでしょうね。あとはこうね、もう腹の底から怒りを覚えるような、そのあーニランスキル使ってもてね、腹の底から怒りを覚えるような言い訳をしてくるのかっていうね、もう遅刻したんだから素直に謝れっていうね、うん、ごめん待ったわ、謝ってたわはい、ということでオズワルドは2種類の積むになる積むでございました。ということで次回お会いしましょう。バイバイ。